アートの世界の入り口はいつもそばにあった。あなたに必要なものはほんの少しの勇気。虹の階段を越えればそこは新たな希望にあふれた世界。本日の時間割は劇の時間、音楽の時間、エッセイの時間となっています。ホームルームやってまいりました。8月のドゥーアート、今月はそうですね、8月はいろいろあるんですけど、うちの方では琵琶湖大花火大会っていうのが8月8日にあります。それから全国的に有名なものはやっぱり大文字ですかね、京都。そうですね、はい、大文字はもう本当昔、僕は関西セミナーハウスっていうのが、はい、満州院っていうお寺の横にあるんですけど、はい、そこは良かったんです。あのね、船形とね、はい、左大文字が同時に見える。へー。ただもうその関西セミナーハウスのセミナーがそこから福井県に移ったもんで、それからは行ってないですけど、その頃は良かったですね。何のセミナーだったんですか？ね、関西ハープ協会っていうところのハープとギターの学生のこうセミナーがあって、1週間あるんですけどね。あ、そうなんですか。ものすごい可愛い子供がね、ギターをパラパラパラっと弾くんですよ。どうしてこんなうまく弾けるんだろうと思うよな、すごい。でもそういう、昼間に演奏させて、はい、で夜はみんなで本当はもう食事したり、いろいろすごくフレンチ のいいレストランがあって、シェフがいて、でご飯が楽しみなのであれですけど、その大文字の始まる頃にもうセミナーが終わるんで、いつもみんなで大文字を見に行きました。いいですね、その頃は良かったですね。その後全然見てないんですけど、なんか、はい、ベッキーはなんか、そうですね、この間初めて行った会場なんですが、二条城の近くにレスパスエランという会場が、サロンコンサートがありまして、すっごく貴重な古いスタンウェイも置いてらして、であの辺だとやっぱり2つ見えるんじゃないですか、はい、そうですね、2つバッチリ見えて、そのステージの後ろというか壁のところがカーテンで、うん、まあ、普段弾いてらっしゃるんですけど、一面ガラス張り で毎年8月16日に大文字コンサートを、絶景を見ながら、はい、8月16日今年私も聞きに行くんですけども。あ、そうですか、はい、ピアノカルテットでコンサートがあるみたいです。そうですか、いいですね、はい。なんかそういうと大文字コンサートってね、何か所かありますよ。あ、そうなんですか。確か、毎年やられるところがあってね、そこはね、名前忘れたけど、はい、外人のピアニストが、はい、ロートなんたらロートとかいう人が来る大文字コンサートがあります。へ、それはそのなんかつながりで毎年呼んでおられるみたいですけどね。バックにその景色が見えるんですね。本当ね、あそこはね、大文字は見えないと思います。ちょっと低いところのビルですから、見に行くためにはやっぱりちょっと外へ出て、はい、かなり開けないといけないと思いますけど、聞きに行ってからゆっくり見に行くっていう感じですね。そうですね、まあでも夏はいいですよね。なんかヨーロッパでもその夏のなんかスペクタクルっていうんですけど、なんかシャトーの前でその中世の服装をした男女がその武道会をこう催したりとかね、いろいろありましたから、いいですね、これからですね、はい、楽しみですね、はい、楽しみです。それでは、8月ルーアウトスタート。劇の時間。台本のないドラマ、あるフランス人の酒蔵日記。
そして5年の歳月が流れた。おい、ここそれちょっと取ってくれるか。あ、誰ですか。僕は、これですね。それです。あ、わかりました。はい、すぐに。はい、はい、ありがとう。こんにちは。こんにちは。もういらっしゃい。今日は寒いですね。あ、寒いですか。あ、寒いです。ここ元気？あ、元気です、元気。どうですか、当時ここの働きっぷりは。やっと任せられるようになってきたな。もうそろそろ。すごい。そろそろ。いいんですか。そういうこと。作ってみるかな。ああ、ありがとうございます。ここのお酒、名前は何にするか考えなくちゃね。そうだ。ああ、お酒ですね。お酒。楽しみ。本当だ。あ見て見て、私もフランスパン作ってきたの。ここの親戚のおじさんのレシピっていうのを教えてもらって、それにちょっとアレンジを加えてできたから、後で皆さんで食べてください。そうなんですか。あ、それは嬉しいな。もうすっかりパン職人だな。そうなの。この街でフランスパン屋さんを開くのが夢になっちゃって。パリでやりましょう。ここがいいわ。そうですか。知ってますか？あのね、東京のね、明治神宮でね、日本酒をこう、並べた棚もあるんですけど、向かい側にフランスのワインを並べた棚ができたんです。この間見てきました。僕もびっくりしました。なんか何年作のボルドーとか書いてあるんです。ああと思ってね、面白かったです。上場数だから、素敵ね。だからあのパン屋さん、まあ日本でフランスパンみんな好きですね。好きです。だからいいかもしれません。頑張ります。最近はあの日本酒で作り酒屋もビールを作り始めるところもあってな、地ビールっていうか。そうですね。そこで大量に麦を、まあ、今後ちょっと始めようと思ってるから、麦を仕入れることになる。で、その麦もちょっと選定手伝ってくれ。頑張ります。すごいね。でも当時あんまり無理しないでくださいね。最近お元気ですか？最近ちょっとな、冬が応えるようになってきてな。あ、寒いですもんね、この村は。フランスはもっと寒いよ。でも、気をつけてね。じゃあちょっとあっちで、仕込みちょっとやってくるから。はい、わかりました。わかりました。任せてください。ちょっとどうしました。大丈夫ですか、トーシー。私が倒れたわ。病院救急車、救急車。見てもらえないとダメだ。音楽の時間、わかちゃんのミュージックトラベル。ミュージックトラベル、今月のミュージックトラベルは、皆さんご存知の方が少ないような気がしますけど、フォンテンヌブローって言いまして、フランスの世界遺産はいっぱいあるんですけど、フランス、このフォンテンヌブローも、世界遺産の一つです。私たち、フランス政府で、留学生という形で、フランスに渡った時に、何箇所かフランス政府の招待で、いろんなフランスが誇る文化遺産を見せていただいたんですけども、その中の一つにフォンテンヌブローという、お城があります。ちょうどですね、パリからはちょっと南に降りるような感じです。だから電車でも確か30分ぐらいかかったような気がします。我々はバスで行きましたけども、フォンテンヌブローのシャトーは非常に、なんていうのかな、もう僕はちょっとカルチャーショックだったんですけども、フランス語の案内のガイドさんの説明にとってもついていけなくて、一つだけすごく覚えてるのは、フランソワ一世のお城である。それだけなんですけど、中へ入ると、もうフランソワ一世どころか、
以後7代ですねの王様がそこに、住まわれたお城なんです。で、その中にはルイ13世以後16世まで、まあ通称ブルボン王朝と言いますけど、その王様方が、そこに居を構えられて、過ごされた、そういうわけで、本当にね、ガイドさんがいろいろ説明してくれるんですけど、最初のフランソワ一世の話がどうなったのかなと思うぐらい、家具の調度品がいっぱいありまして、それから装飾品とか、それから確かあそこにモーツァルトが弾いたピアノがあったような気がする、間違ったかな、ね、とりあえずね、もう本当にたくさんの文化遺産がありまして、とってもじゃないけど覚えてられなくて、でこれは本当に僕にはショックで、日本に帰ってきてからこの辺の時代のフランスの歴史をまた改めて勉強したんですけど、いまだによく分かってないです。フランソワ一世の次がルイ13世だと思います。でそれからルイね、太陽王といいますルイ14世とか、その辺もそこにいたんですけども、お世継ぎの関係でね、その、子供の中に男子がいなくて、どっかの、いとこのなんとかを、無理やり連れてきて、その王家を継いだとかね、いろんなことがあってね、本当にルイ13世14世15世とか無理やりつなげたんじゃないかなと思うような、フランスの王家ですけども、その時代に残されたものは数々あるんですけど、フランソワ一世の話なんですけど、フランソワ一世っていうのは非常にイタリアの美術が好きで、とっても好きだったもんで、もう結局最終的にはイタリアからレオナルド・ダ・ヴィンチをフランスに呼んだんです。でも親子ほど違う、もうレオナルド・ダ・ヴィンチはもうその時にかなり年だったんですけど、フランソワ一世はもう子供のような状態だったんですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチっていうのは、画家でもあるし科学者でもあるし、いろんなことができたんです。だから飛行機の設計図とかそういうのまで書いてます。飛行機って言っても、まあプロペラの飛行機なんですけど、そういうので非常にフランソワ一世はレオナルド・ダ・ヴィンチを頼ってたのね。その当時ですね、このフォンテヌブローの城以外にいろんなお城があって、いろんなところを行き来するんですけど、フランソワ一世というのはアンボワーズってお城がロワール川の近くにあるんですけど、そこへアンボワーズのお城のすぐ近くに確かクレリスとかいう、屋敷があって、そこにレオナルド・ダ・ヴィンチを住まわして、でそのクレリスの、屋敷とアンボワーズのお城を結ぶ地下の道があるんです。僕らもそれを連れていただいたんですけど、今もうどんな感じだったか全然忘れてしまいましたけど、当時フランソワ一世はいろんなことを教えてもらうためにその地下道を通ってアンボワーズのお城から、レオナルド・ダ・ヴィンチの住んでいたクレリスの親方に、しょっちゅうほとんど毎晩通ったという話もあります。で結局レオナルド・ダ・ヴィンチは結局フランスに来て3年しかいなかったんですけど、3年の間にいろんなものを残したんです。でこれは本当らしいんですけど、モナリザという絵はその時にレオナルド・ダ・ヴィンチが、描いたもので、それを最終的にはフランソワ一世が買い取った。で3つくらい他に絵があるんですけど、その他もすごい絵なんですけど、そのモナリザをこうフランソワ一世がフランスに残したっていうことが非常ななんかフランスにとってはすごいことなんです。モナリザをアメリカにこう持って行った時にも大変なこう作業で警備がすごく大変だったということも聞きますし、モナリザがあったおかげで、フランスのその
なんていうんですか、その後まあ今ルーブルに、モナリザはありますけど、ルーブルに運んだ時とか、そういう時の逸話がいっぱいありまして、いまだにそのモナリザのとこだけ特別のそのケースに入ってる絵なんですけど、そういうのがあって、そうですね、結局フランソワ一世からルイ、16世までは分かるんですけど、その後ナポレオン一世も入ってるんですよ。でナポレオン一世は、そのフォンテヌブローのお城に、住んだ時には、自分が住んでる館にはナポレオンの頭文字 N という頭文字をちゃんと刻んだ、各部屋に N のマークが入ってる部屋はナポレオンがいたという部屋なんです。残念ながらナポレオンは、結局、その後ですね、どこでしたっけ、あれはエルバ島にこう、流されてしまって、失墜するんですけども、その時にそのフォンテヌブローのお城って行かれると分かるんですけど、玄関入る時に馬蹄形の、階段がありまして、両脇にぐーっとこうちょっとカーブした大変なんていうか、いい趣味の階段なんですけど、そこの、ちょうど正面で、近衛兵たちが別れを告げた別離の庭っていうのがあります。で、ナポレオン一世とか言われて、それからさっきのね、フランソワ一世、それからルイ何世何世とか、いろいろ言われた時に、もう本当に僕はショックで、どれが最初の人なの、どれが何番目の人なのとか思いましたけど、もう本当にそのフォンテンヌブローの場所と、さっきちょっとお話ししたロワール川の流域のシャトーと、それからベルサイユも近いんですよね。なんかその辺はもう当時の王様が行ったり来たりしてるんですよ。でフォンテヌブローの、あ、ちなみに裏側にはバルビゾンって言いまして、ミレーの落ち穂拾いとか有名な絵がありますけど、それはそのフォンテヌブローのシャトーのお城のが、あ、その地域になります。バルビゾン派って言いますけどね、俗に。で、いまだに僕はこのフォンテヌブローのお城に何回か行ってるんですけど、いまだにそのこれが先でこれが後とかするのが全く分からなくて、で、写真は一生懸命撮っていろいろ考えてるんですけど、フランスの歴史って難しいですよね、分からないんですよね。でもいつかはものにしようと思って、頑張っている今日この頃です。それでは今日はそういうフォンテヌブローのお城のお話でした。Thank you.
ッセイの時間。関西おばちゃん現象。四つ橋線2周目だ。外は低気圧、湿った空気が地下鉄の空間を漂う。日曜昼下がり、気だるい雰囲気の車内、本町へと向かう。肥後橋を過ぎたあたり、ユミンさん、おんちゃんが立ち上がり、ユミンさんに合図。すると、いやー、おんちゃん、チェリーちゃん、いやー、ユミンちゃん、わーわー、ギャーギャー。そこへ、ほうちゃん合流。気だるい雰囲気一転、関西おばちゃん現象。岡山のチェリーさんも仲間入り。外は低気圧、車内は台風。秋、もうすぐ本格的な台風が来る。関西おばちゃん現象。今月の宿題。今月の宿題。今月の宿題は、三重県。近畿と東海の間、三重県にちなんだ絵や写真、音楽など、いろんなジャンルの作品をご投稿ください。ホームルーム。あっという間にエンディングの時間です。ね、早いですね。8月ね。8月ですね。ね。はい。海水浴。小泉さんは、はい、山とか海とかはなかったんですか今年は。今年ね、富士山が世界遺産になって、はい、そう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 、ね、そうなんです。あのね、うん、おそらく殺到するだろうという、はい、まあ、予測が立てられますので、なんか1000円になると、 なんだっけ、あ、そうですね、入山料を、ね、取るという噂が、うん、富士山、そんなに人来るんですね。僕はもう本当に昔のしか知らないので、はい、あ、登られたことあるんですか。登ったっていうか見た5合目まで、はい、バスがあるんですが、ね、で5合目からね、はい、でそれも5合目からどこまで行ったかな、頂上は行ってないです。あ、そうですか。途中から引っかかりました。あ、しんどくてですか。いや、しんどくてでなくてね、はい、もう途中でね、すごい絶景なんですよ、もうね、下が下界が。でもうこれ以上はい、見たって仕方がないっつってみんなで、降りようとか、6合目か7合目かその辺ですよ。もう降りようとかね。もう我々はスッと早いです、そういう決断が。でも本当に景色綺麗ですよ、あそこら辺まで行くと。ね、いや、私も行きたかったんですけど、今年、うんうん、その人が殺到するだろうということで中止になって、ね、残念ですね。そうですか。そうなんです。多分それは危ないでしょうね、きっと。その慣れてらっしゃる方は大丈夫かもしれないですけど、渋滞するっていうのが一つ大変で、はい、やっぱり山って自分のペースで登れないとしんどいじゃないですか。それが良くないわ。逆に遅すぎるんですよね。そう、あ、そうなんですか。みんなでダラダラ行かなきゃいけないでしょ。それに合わせなきゃいけないから、ちょっと大変だよね、うん、しばらく数年待ったら落ち着くんでしょうか。 5,6 年とか、うん、その入山料が設定されてどんだけ効果が上がるかにもよると思うんですけ ど、うん、例年やっぱりその世界遺産に関係なく8月のシーズンは多いですし、ね、で年々あちらの中国とか韓国のアジア圏 あの旅行者の一つのなんかルートになってるみたい で結構海外から その登山客というのがすごく増えてたみたいなんですね。多分これまたさらに世界遺産になったこと で、ね、いろんな国からの人が増えると思うんです。それを目的に日本に来る人が増えるんでしょうね。しばらく無理かな。行けるかな。いや、僕は一回は行きたいですけど、各地に、はい、うちの県だと大見富士っていうのがあるんですけど、うん、でいろんなのが映像富士とか讃岐、ね、富士とかいろいろありますね。あるでしょ、有馬富士。それを登るのもいいんじゃないかな。なんちゃって富士山で一応こうシュッとシュッと上がった感じを味わって上から下界を見て でも本当にね、はい、大見富士の場合はそこで日の出を見るのはみんな行くんですよ。
標高どのくらいなんですか。うん、500な高いですか。500何メートル。ロコさんの方が高いんだね。300メートル。だいぶ違いますけど。だってね、もう本当にのどかな。あの、だってもう全部部屋ですから、大見部屋で、あの、そこにスポンと大見部屋があるので。いや、本当に綺麗ですよ。で、特にいいのは秋ですね。秋は、松茸が取れるんです、あそこ。昔まったけ、その話はやめよう、はい、それ誰でも取っていいんですか。もうね、みんなで行って取るいいんですよ。じゃあ本当はよくなるかもしれないけど、小学校で小学校で遠足があって、はいはい、で我々行った時にはみんなもう本当に昔やっとたよく取れてね、1本ぐらいは必ずみんな取ってたな。すごい遠足です、ね、隠して持っていない。ポケットに松茸を入れて帰ったような記憶があります。いい時代ですね。もう本当に昔ですよ。それは多分特別な時代だと思います。そうね、だってね、それから今もう取れないですもん。昔はね、松茸なんてね、もう全然ありがたくなかったんですよ。そうなんですか。僕らの子供の頃はね、数がいっぱいあったってことね。そうそう、松茸よりも何が良かったのかな。あの頂上ですき焼きをするんですけど、松茸を入れて、はい、でも子供はみんな、ね、小学生で、うん、肉の方が興味があって、肉の方がそれセットになってるんですけど、肉の方が興味があって、松茸はあんまり人気なかったんですけどね。じゃあお鍋とかおネギとかお肉全部先生が持って、うん、大変ですね。いや、そんな大したことないんですけど、その1学級ずつ別の日に行きますから、その学級が行った時はその学級の担任がそれを用意して行くの、うん、素敵な遠足ですね。面白いですよ。すごい面白いですよ。みんなすごく思い出に残る遠足なんですけどね。いや、富士山の話からどうしてここまで来たんですか。すき焼きの話に。焼きそうそうそう、そろそろ、そうですね、お別れの時間ですね。はい、また来月もお楽しみに。